今日は、えー、カナダのバンクーバーにお住まいの北野真奈美さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。カナダのファッション館とか、特に、まあ、バンクーバーのことで教えていただければと思います。はい、もうファッション館っていうとですね。ちょっと、あの、留学に来た子たちに聞けば、大体わかるっていうのが。 ちょっとカナダバンクーバーかなに来るとおしゃれじゃなくなるっていう <laughs> あの噂があるぐらいですね結構カジュアルな服を着る傾向にある、まあ、理由としては割とアウトドアの街というか山もあるし海もあったりだとかとても自然が豊かなので割とみんなでアウトドアをしようっていうようなことも多かったりする関係でヒールを履きましょうっていう場所よりは どちらかというとスポーツウェイを着てとかカジュアルな格好でじゃあビーチに行こうとかなんかそういう感じが多いかなという、まあ、日常生活でいうとそういうところかなとは思います。割と洋服のリサイクルっていうのがあの盛んに行われていてもういらなくなった服をもちろん売り買いする自分たちで売り買いするっていうようなこともありますけれど、まあ、道端とかにこうドネーションボックスって言って。 めちゃくちゃ大きな箱が道端に置いてあってそこにポイポイもいいらない服を入れていくと慈善団体とかが全部持って行ってくれてそれをこう恵まれない人だとかそういうところに配ってくれたりということもあったりだとかあとは教会に持っていくと教会でそういったいらない服とかをあの使ってくれたりとか,なんかそういうのもありますし。 あとよくあるのが結構私たち住んでるバンクーバーで古着屋さんがたくさんあるのでそういったところに「はいあげます」っていう感じでみんな持っていくんですよね、うん、いらない服をそのセンターとかに。で各センターとかお店が割と例えば病院と連携してますとかアニマルレスキューとかと連携してますっていうような古着屋さんがあったりするので、まあ、そこで売れたものの収益の一部はそういった 団体の方に流れていくお金は流れていくっていうようなところで、まあ、着なくなった服もそうやっていろんな人にも循環していくしそこでまあお金っていうものも循環するっていうようなシステムが結構できるでもなんかすごくおしゃれなんですよ実は。<laughs> 結構いい服があったりするので私は割とそこで買ったりしていて。 ほとんど新しい服っていうのを最近は買わなくなっていてもうそういったところで全然賄えるっていうぐらい綺麗な服がたくさん並んでたりするっていうのと売り買いっていう面でいくとそのアウトドアが盛んな国なので結構1枚のジャケットも高めの3万4万するようなジャケットとかも着なくなったらお店に持って行って自分で値札をつけるんですよ。例えばこのジャケットは2万円ですとか言って 1> 1週間ごとと円ずつとかこうやって落ちていくんですよ値段がで誰かが買ってくれたら、まあ、その分のお金が自分に来るっていうようなあのシステムがあったり、まあ、そういうところでスキーウェアとかそういったものも売り返してあとアイスホッケーとか有名なのでそういったあの防具防具っていうんですかねなんかそういったものも置いてあったりとか結構なんか私はスポーツウェアもそこであの賄っていたりするので。 うん、なかなか面白いシステムがカナダにはあるなと思って利用してますその新品とか新作とかそういうのにこだわらない人だったり例えばちょっとスキーに一回行くとかまあ特に子供服とかはすぐおっきくなっちゃったりするからまた次のとかってなったりすると思うのでそういう時はもうそういうお店で賄っても全然いいぐらいの品質だったりとかします。 うんうん、まあもちろん新しい服も割と最近はこうエシカルちょっとこう人権あのフェアトレードに近いようなものだったりとかまあ国内で作ったものですよとかローカルのお店とか農家さん応援してますよとか、まあ、そういった商品とかっていうのもどんどん出てきていたりまあ環境 に優しい商品ですよっていうようなアパレルブランドとかもかなり出てきているので、まあ、新しいの買うとしてもそういったところとかは結構人気があったりする傾向にありますね今カナダでは。うん、えあとは動物の毛皮を使ってないとか動物テストをしていないとかそういったものもかなり人気だったりするのとあと独特だなバンクーバー独特だなって思うのはユニセックスというか 女性でも男性でも着れるとかそういった服だったりあと下着とかも割と女性の下着は女性の下着男性の下着は男性の下着っていう概念があると思うんですけどそういうのもどっちのせいでも着れますよっていう水着とかあの下着とかっていうのが最近出てたりすることも多くて。 でもすごく素敵、おしゃれなブランドだったりとかするとあこうなんかこれはバンクーバー独特かもなーって結構 LGBT ジェンダー平等はかなりおおらかな場所なのであーなんか素敵な取り組みだなーと思って私は見ていたりします生理用ショーツとかも普通女性用のデザインだと思うんですけどそれを男性用のボクサーサイパンツの生理 洋ショーツとか、そういったものを作っている会社があったりして、だから、どういう性の人でも快適に毎日が過ごせますようにっていうのブランドとか。結構最近見たりしますね。民族衣装のことをお伺いしたいんですけど、こう、カナダの民族衣装って、ちょっとイメージがわかないんですけれども。<laughs> まあ、どんな感じですか。そうですね。カナダって、実は1六0百五十でぐらいかな。百五十年ぐらいしか建国してたってないので、実はカナダの民族衣装。 カナダという国になってからの民族衣装というのはあまりなくってどちらかというと移民の国なのでやっぱり街を歩いててもちょっとインド人街とか行くとそういうサリーを着ている人とかターバンをつけた人とか、まあ、日常生活の中にそういった方がいらっしゃったりとかするのは見ますまずは。でもう一個はその150年の歴史の前に、まあ、ネイティブの人たちが住んでいたっていうのがあるので結構 ネイティブの人たちの、まあ、服装もそうなんですけれどアートとかそういったものを保全活動しようっていうこともやっていたりするのでまずバンクーバー空港に入ったら結構そういった人たちの,あのアクセサリーだったりとか彫刻とかが売っていたり置いてあったりとかもしますし私も実はですねここにあのネックレスを6年7年ぐらいつけてるネックレスがあるんですけどこれもネイティブの人たちの彫刻が入ったような。 ネックレスがあったりだとか、まあ、そういったのであのアーティストさんをサポートするっていうようなものもあったりしますなのであまりこう民族衣装っていうものをとても目にするなんか他のスコットランドとか韓国のチマチョゴリみたいな感じで目にす,目にするかって言われるとそうじゃないかなっていう感じです、まあ、たまにこう ストリートを歩いているとある一角だけですけど近所の人たち多分、申し合わせていろんな国旗自分の国の国旗を出しているちょっと通りがあってそしたら本当に一個もかぶってない国旗が並んでたりするような場所なので本当にその国その国の,あのカラーがこんだけあるんだなと思いながら私も歩いていたので、うん、まあそれぞれなのかなっていうのは感じますね。めちゃくちゃゃく多国籍でですすす <laughs> 住みやすいですか そう、住みやすすいいし、しご飯が美味しいんですよ、あのー。やっぱり中華料理は中国出身の方が作りますし韓国料理もそうだし、まあ、もちろん日本食もあれば例えばギリシャ料理とかメキシカンとかそれぞれの国の方が作る料理がたくさんあるのでもうどこに行ってもご飯も美味しいしいろんなあの文化とか価値観に触れることもできるのでとっても楽しい街です。<laughs> えー、いいですねあの。なんちゃってアジアン料理とかじゃないわけですね。うんうん、あそうちゃんとねタイ料理とかめちゃくちゃ美味しいですし、うん、外食すす。るのが楽しい街です <laughs> カナダでは私実は SDGs っていうものはあまり聞かないんですけれどでも結構その民族の ネイティブの人たちをサポートしようっていう動きだったり森を守ろう海を守ろうだったりとかうんゴミリサイクルのこととかそういったことを本当にみんなが進んであのやるような街結構うん。 バスの中とかでも高校生、大学生とかが地球温暖化のことを熱弁していたり友達同士でするようなかなりそういった意味では意識の高い街だなぁとも思いますしそれぞれが割と考えて自分で動くっていうような街だったりするのでなんかそういった意味ではそれぞれの活動が結構、一個一個そういういジェンダーとかもそうですけどかなり盛んにみんなが動いていますね。 学校の教育とかでもそういったジェンダーとか環境のことは割と積極的には授業に入ってくるっていうふうに聞いたことがあります。マナミはその SDGs のねオンライン活動コミュニティっていうんですかね学びの場。うん、それはやっぱりあのバンクーバーに住んでらっしゃるからっていう感じかしら。 そうですね1個は私自身も本当に何も知らなかったんですよ。日本に住んでる時環境のことに全然興味もなかったしジェンダー平等なんて考えたこともなかったんですね。ただこっちに来た時にもう周りがそういうふうに一生懸命自分たちで考えて行動してる人たちの中で暮らしているとあ私もなんかもうちょっと自分の生活とかこの地球のこととか考えてみたいなっていうも興味から入っていって。 あ私にできること何かなって自分の生活も変わっていったっていうのがあるので、まあ、是非、まあ、私の周りの知ってる人にもそういう考えるきっかけっていうのを提供したいなって思ってあの本当に最初はちっちゃくちっちゃく始めてみんなで話をしてみようっていう場所を作った、まあ、学びの場所を作ったんですけれども今はいろんな国に広がってみんなでですね地球上の日本人 の皆さんとオンライン上で集まって、L. G. B. T. Q. のことを考えてみたり、祈願のことを考えてみたり。ファッションのことを考えてみたり、っていうような場所を展開しています。あの先生のいない勉強会っていうのもいいですよねそ。そうですね。まあ。一人一人が専門家とかになる必要もなかったりすると思うので、もうわざと。 何も知らない人同士が集まって先生いない状態でみんなで調べるところから始めるっていう場所を展開しています。なのでなんかこう、うん、地球のこととかサステイナブルなことってちょっと意識高い系じゃないとできないみたいな <laughs> ことじゃなくて、うん、みんなでちょっとずつ知ることから始めたいなと思って、うん、います個人的には。はい 私もそのまなみの活動を見ていてそのすごいなんか意思とかね知識がないとそういうことやっちゃいけないような気がしていたんですけれども、うんうん、本当に身の回りとかね、あのー、ちょっとこう知るっていうところから始めればいいんだなっていうことを気づかされました。はいみんなで輪を広げていけると嬉しいなと思ってます。